おはようございます。三振のどうもきよです。カーディーク別バージョン歌むちをやっていきたいと思います。コメントがありまして、どうしてもクンクンしがないと、欲しいと、そういうことで、書きました。これはカーディークの、一般的に広まっているカーディークとはちょっと違うニュアンスがたくさん盛り込まれているような、バージョンですので、ぜひですねこのクンクンシーをドーマキアのホームページというところから概要欄に貼り付けておりますので、 URL からこのクンクンシーを保存して、自分で楽しんだりみんなにばらまいたり、三振が楽しいんだな、いろんな弾き方があって楽しいんだなということをできる限りいろんな人たちに、感じてもらうために、用意したいなと思って始めましたので、よろしくお願いします。の前に A シャープの本調子を作っていきましょう。ウージルの A シャープ。そして中汁が D シャープ。そしてミージルも A シャープ、ウージルと同様に A シャープですね。はい、これが A シャープの本調子です。なんか、中汁がおかしいので手直しします。はい、今ですね。このカーディークの面白いところは、こっから弾くと一拍置く。一拍置いて、この辺も滑稽に弾いていきます。タン、タッタン、タッタン、タッタン、タンで、こっちからどんどん速くなっていくと。いう感じになると面白いです。じゃあまずやってみましょう。せーの、5から弾いて、という感じの流れになります。でポイントは、はい、こっから来て、いつもこの辺、この七五の次にローが来てますけど、普通は尺が来ることが多いんですよね。ローの代わりに、代わりというか尺が来るんですけど、この別バージョンに関しては尺の代わりにローを使うと。何が言いたいかということを説明します。五七五はミージルですよね。一番細い弦は弾いてるわけですね。ミージルが弾いたと思って高音なんだけれども、高音が続いて尺であればそんなに高音の関係とは近い関係なので、それほど大きな差はないんですけど、ローを出すことでかなり大きな差をここで生みます。高い音から低い音、そしてまたここをこう弾いた、こう弾いたのに、また次に低音が弾くから、また高い音から弾く音。そして、5、5とミージルが続いたのに、またローに来て、また低音に戻っていきます。5、こう、尺、上、尺、上を弾いたのに、いきなりまた、こうの高いのがバンと来ます。パンと来たと思ったら、またローの低音がグンって落として、もう一回またこうが来て、高音に上がります。そして高音に上がったら上尺またローが来て、上尺と高 上昇していくかのように考えますけれども、上昇せずに尺の代わりにまたローを使ってグンって指定音に落として、上尺合高尺ローアイローで繰り返してここに戻るという感じになります。非常に不思議な、上に行ったり下に行ったり、上に行ったり下に行ったり、上に下に行ったりっていうのを、タンタタッタタッタタッタタン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 タっていう、このリズムを高音低音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 っていう風にやると、カーディークめちゃくちゃ面白いよっていうことなんですよ。ぜひライバルたち、差をつけたい、ドシゴは友達、知り合い、恋人、それはちょっとよくわからないんですけども、先生、かなり失礼な発言です。とにかく私はもっと面白く三振を弾いてみたいんだと、みんながやってるよりももっともっと違った弾き方をしていきたい、そういう人たちのための別バージョンとして捉えてくださいね。
じゃあゆっくりいきましょう。ゆっくりですよ。せーの、五引いてしばらく休んで、滑稽に七五六。はい。上。はい、もう一回いきましょう。せーの、五六六六。はい、もう一回いきましょう。ちょっとこの辺難しいからゆっくりいきましょうね。せーの、七五六こう。繰り返し、六こう、六こう、七五感じで、最後はここまで2回繰り返した時に五七五六こうという感じで終わりましょう。これをちょっと今までのやつとは全く違うので、じゃあ普通に弾いてみますよ。カーリークを、従来というか、まあ、世間一般的に広まってきた弾き方で弾くと五七五尺こうなんですよ。尺ね、これがもともとの、もともとというか大体ですけれども、カーディー君の、イントロ前奏です。こっちと全く違います。それはなぜかというと、ローを多用している。そしてローを来たと思ったらこう、またこうも入れていく。ローとこうをちょいちょい入れるだけでこんなにも面白くなっていくんだということを説明したかったということです。じゃあもし気に入って自分もやってみたいなという人は、ドーマキュアの、ホームページからこのクンクン C を保存して、また自分なりにですね、家で練習したりとか、いろいろ T 遊び具はしてください。じゃあどうもありがとうございました。